はい、ファミツアップ的クラロワ TV スタート。わーイエーイ。はい、バサローム大佐です。よろしくお願いします。はい、じゃ一応自己紹介など軽く。ミヤボでーす。よろしくお願いします。ウィザードね。ウィザード。いやー、ガシでーす。いっぱいいるぞ、これこれ系いっぱいいるぞ。やりゴムです。やりゴム、やりゴム投げてんのね、上に。なるほど、なるほど。はい、というわけでですね、今日は、はい、ファミツアップ編集部でもめちゃくちゃ流行ってるフラッシュロワイヤル、うん、はい、ちょっとね、編集部内で対戦しちゃおうかなみたいな。やったー。しゃ。で、今日は、はい、ガシ対、うん、ミヤボーで行っちゃおうかなと思ってるわけですね。あっ、はい。ちなみにガシって今トロフィーいくつぐらい？今ですね、100間違えた。100って逆に難しいぞ。1165。ああ、1106ね。うん。アリーナが4。でもここまでわざと落としたんですよ、一応。うわー、そういうこと。カード集めたい、ね。そう、アリーナ3まで落としてたのを今ちょっとアリーナ4まで上げて。なるほど、なるほど、なるほど。ミヤボーは今どれぐらい？今1624です、うん、なるほど。でもガッシュは本気出したら、本気出したら、うん、まあ1500いくかな。うん、なるほど、ね、3000じゃない。3000。はい、はい、なるほどね。じゃあこれも早速対戦しちゃいますか。いきますか、対戦も早速、はい、そうか、デッキの紹介を。そうだね。あ、そうっすね。どれでいこうかなって思って、最近使ってるのこの家デッキなんですけど、うん、はい、今日はね、うん、違うのでいい。こう違うのにそう。俺やべえ、今から対戦するのに中見えちゃうからな。見えちゃうんだよ。ああ、いいですよ、全然見て。あ、本当、うん、ありがとう。なるほどね。あ、でも帰ってくるかもしれないもんね、住んでるんで。なんかこれは結構適当じゃないんですけど、うん、でもちょっと守り。そうだよね、何が来ても対応できそうな雰囲気が漂ってるね、これ、ね。なんか家だと、あ、これ来たらもう負けちゃうじゃんっていうのがあるんで。うんうん、確かに確かに。バランスよくやってみました。なるほど、うん、ユニットのレベル高いな。結構高いぞ。7、7、7、4、8か、うん、あれ。そう、バーバリアン8にしました。バーバリアン8ってすごくないですか。上がってんね、すごい。すげえ上がってる。やばい。で、なんかあのさ、矢の雨、まあ、上げちゃえば。え、なんか、あ、確かに、もったいないなと思って。いや、これ強い。あ、でもね、矢の雨は強いと思う。これは、でももう、群れ倒せればとりあえずいいかなっていう。なるほど、なるほど、まあ確かに、うん。じゃあ、とりあえず行っちゃいます、はい、早速。ガッシュさんと部屋建ててもらって。はい。いやー。ビビる、こんな高いと。部屋、どうやって、あ、フレンドバトル。そうです、フレンドバトル。はい。はい。はい、で、私、デッキ間違ってないですよね。うん、大丈夫。あべ。はい、あ、ルールこれね、3回戦やる予定で、タワーをより多くの数倒した方の勝ちみたいな感じですね。どうしよう、強いやつしかない、はい、で、早速スタートで、ガシ、おかしいぜ、いきなりバーバレ出しましたね。あ、違う、バーバレじゃねえな、見えない。ガロイルね、ガロイル両方出したのか。うん、そうです。あ、でもこれちょっとあれだね、ベビードラゴンがこれ倒せないから、マスケット結構削ってんだ、結構削ってんだ。そしてマスケットで迎撃。はい、やりこぶりだった。ちょっと手元がなか、うん、なんかいいのがなかなかなかったので、ね、今のところタワー自体はミヤボーの方がちょっと減ってるけど、逆にもちょっとミヤボーの方が家じゃないかもしれない。結構今マスケットですっげー削ったな今。いや、結構えぐい削りだったな。やばい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 、結構きついな。タワーボールなら削れるけど、これ次来るときついかもね。これ結構やばいっすね。フラッシュさんなかなかうまいですね、これ。ありがとうございます。エリックさん溜めつつ、はい、フラッシュさんバーバレンとなんか聞こえるって好きです。強くないですか。やばいやばいやばい、ミスったミスったミスった、やばい。ミヤボロってペッカがね、きつい。あ、やばいやばい、ペッカにね、たどり着かれるときつい。確かにこれガーゴイルの亡霊はありかもしれない。だが、あー、スケルトン。そうね、それすごいいいよ、それ今。くそー。やばい、ガッシやりおる。やりおるぞ。マスケット対決これやばいな。あれ、これガッシ結構いけんじゃね。アス結構やばいっすね。アスって言った、アスそのアスってなんだ、アスって。 ありがとう、ありがとう。はい、ここから2倍お待たせします。あ、これ多分ぐらいだ、そっち行っちゃうね。そうです。
けど、私結構ガンガン行くね。あ、これでも今ガーゴイルのブレーが一掃されて、で、ビビトラ大変です。あ、やばいやばい、置く場所間違った。あ、ちょっと近いか、結構できてる。だいぶ行って2回やってるかもしれない。おっと、これ突破されるか。慣れない。これまだバーバリア無理。それもうちょっと引きつけて出した方が良かったかもしれませんね。そうですね。いけいけ。そうですよ、ね。これでもね、ガーブルで。ああ、ガーブルで。あ、でも同じの、同じ意味って全然。すげえ同じかぶる。いやー、ビッキじゃねえか、マジで。やばいな。ペッカとホグライダーが違う。あ、これいいんだ。これ1個だもんな。いやー、これでもね、これホグライダー突破するんじゃねえか。突破しそうっすね。ただバーバリアンがだいぶ抑える。この矢の網引きみたいな同じなんだけど、お互い同じようなことやってるね。いやなんか突破見出さないとな。じゃこれクラン戦だから長いんすよね、延長タイムが。延長3分あるからこっから。うわやだな。ただね、宮古全然攻めれてないんだよね。そう、攻めれてないんですよ。あ、割と防戦一方で。そう、ちょっとペッカ出していきたいんですけど、なかなか今。そうだね、ペッカね、バーバリアンとかね、きついんだよね、ペッカね。ガーゴイルもきつい。うわ、やばい。逆サイから来たか。おお、ガシ、行ったか。行ったか、これは。え、ミスった。これね、ペッカほっとくとね、5発ぐらいで多分ぶっ壊される。やばい。あ、やばい、やばい、やばい。もうちょっと、あれだな。あ、いけいけ。あいつなんだかやばい、左やばいよ。あはははは、嘘でしょ。テッカって一撃すげえ入るから。嘘、めっちゃ強い。あぶねー。はい、ミヤコ1。いや俺すごい黙っちゃったもん今もう。ガシ負ける、負けると思って。絶対勝てると思ってた。いや、ガシ強いな。ありがとうございます。ちょっとあれだね、最後勝ちは焦ったね。うん、うん、ガンガン押せばいけるって思っちゃったから。今こんな感じ、1-0。いや、うん、もう一回。昨日岩田さんともやったんですけど、それでも1-0だった。あら、うん、もう岩田さんとガッシーと俺って多分同じぐらいだと思う、うん、みんな今、うん、確かにライン的に。じゃあどうしようかな、次デッキ。今のは悪くなかったと思うけどね、ガッシー。でもなんか お互い同じような感じだったから、うん、俺ちょっと変えどうしようかな。いや変えてくとか言わない。ここからもう心理戦始まってるから、第2戦への。いいですか。じゃあこれでちょっと行ってみよう、うん、いいっすよ。はい、ここでミヤゴがリーチかけちゃうか。ガッシーさんもちょっとデッキを変えてきた感があるぞ。え、変えてきた。変えてきた感があるぞ。マジで。最初はね、これエリクサ溜まるまで一回出すの早いな。でも私なんかもうなんか溜まってますって出るのはちょっと嫌で。いや、わかるけどさ、結構ガンガン出しちゃう。おー、インフェルノ。あ、もう大嫌い、大嫌い。いやでもね、インフェルノタワーって数で押されると抑えきれないんだよ。これ結構きついな。逆にガッシーってなんかデカ物を全然使わないから。うん、うん、俺天候寺とか多分会えるですぐ死ぬんだけど。うわ、小屋きついな。天候寺って誰だ。ジャイアントは止めないと、さっきみたいな感じでちょっと厳しいな。小屋やだな。ガシの死ぬこと小屋だ。あっ、おっと、あー、これミスった、ミスった、めちゃめちゃいるじゃねえか。ミスった、ミスった。これやばいな。あれ、これレイジ使ったのってミヤボ。俺が使ったのに。ミスやばくない。やばいっす、やばいっす。これ今ゴブリンの大量の。やばい。ゴブリン言い過ぎだろ。楽しい。え、やばくない。俺ちょっとそれちょっと今破壊できるあれないんだけど。今のレイジやばいな。今のレイジやっちゃいましたね。やばいやばいやばい。ほらほら、これやばいな、相当。どうしよう。これガッシーちょっとイケイケだね、今。イケイケです。負けそう。建設、建設。家建てまくる。そう。おっと、これ右側に入ってるか、やばい。おっと。うわー、マジかー。
ね、やばいな、どうしよう、ね、攻め方も右側を攻めるか、逆サイ行くか。わ、家ってやっぱ辛いな、うん、家はね、やっぱね、あの呪文持ってかないと、永遠に立てられちゃうの。ファイアボールとか、もう、もうこれやっやばいこれ、うわやばい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 、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、あーやばい、楽しい、もう防戦一方、あー間違えた間違えた、まあ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 、まあ、いや、すごい数、向こうすごい数だ、いや、俺も攻めなきゃな、いや、家の数やばくない、ちょっとこれ宮本金を落とされると3ポイント落ちたぞ。そっか、まあ、これ長いから、これ落とされるのも時間の問題なんじゃないですか。確かに、それで1個返すか、いや、ガチに分散してくれてるです、ね、なるほど、いや、向こうは向こうですげえけど、あ、やばいやばい、あ、いや、これね、でもね、左のタワーこれやばい、いや、家がどんどん迫ってきたぞいや、でもね、残り13分、宮本君、耐えた方がいいな、なんとか筋肉を守った方がいい、家強い、家とんでもないな、これ、よしよし、危ねえ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 、耐えた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 、いや、家やばいな、家やばい、これまでガッシー宮本11なんで、はい、次勝ったは勝ちですね、うんうん、じゃあ今の家の対策とかをちょっとね、わさらさんとかに詳しく聞きたい、やっぱね、ライトニング入れたり、ガッシー多分ね、ライト何も考えずにすげえタワーの周りに固めて家置きそうだから、うんライトニングかファイアボールでまとめちゃうか、ロケットあるんだったらロケットで一発ガツンとやっちゃえば、そっかそっか、アドバンテージが一気に取れるはず、うん、逆に阻止しないとさっきのラッシュに耐えられないと思う。でも今のデッキで来るか分かんねえよ、そうだぞ、あ、ね、こっちはあるかな、小物いっぱいいるとペッカとかで、ね、全然役立たないから、そうっすよね、そっちにヤウキゴブリンとか一匹ずつ倒しちゃってすっげえ全然進まなくなっちゃって役立たないから、そこも気をつけた方がいい、いや、はい、よしこれでいこう、呪文が1本欲しいかな、強力な、あ、そうだ、呪文だよな、カツカツ、ファイアボールとかね、ほんといいっすよね、あれ、ファイアボールかライトニング、うん、あたりがさあ、何でくるの、昔大初手バーバリアとベイビー定番じゃねえかよ、この攻撃方法それ結構やっぱうるさいな、エビドリゴね、やっぱマスケットとかで受けないと、やばい、めっちゃ来た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 、そう、ラッシーはいい、ちょっとやばい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 、攻めすぎた、攻めすぎた、いやいやいや、攻めすぎた、体力多いからね、矢の雨あんま効かないんだよね、かかって、そっかそっかそっか、あ、それちょっと、これはミラボーンのエビドリゴが来た、よーし、よし、よし、よし、落ち着け、お、これ家だ家だ、落ち着けらしい、そうだね、よーし守るか守るか、これ勝ち守りに入るか逆サイ行っちゃうか、でも結構きついな、あの家ラッシュはね着々と家建ててるからじゃあおっと、あー、もう逆サイこっち落とすか、家で時間取れてる間テッカもちょっと一気に落とされるから、あいつ超強いから、うわ、殴り合いをしようぜ。やだな。殴り合いしようぜ。やだな。これはどうなるか。強い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 。ただこれね、宮本がね、宮本が右側をほぼ捨ててんだよね。ああ、でもペッカ生きてる。あ、ビッグペッカやられた。はい。おーっとギリギリで守った。やりうざいなこれ。ガッシュが右抜けるかどうかってなるよこれは。いや、強いっすね、あのバーバリアンの小屋。バーバリアの声で出てくるバーバリアが硬いんだ、まずちょっとこいつは放置しよう、いけ、削れ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 、あ、これやばい、ちょっと到達された、ちょっと待って、到達された硬い、バーバリアンが4体ずつ出てくる、いやばいな、4体さらにゴブリンが加わるじゃあ、これですわ、出たー、出たー、そっちにペッカ、そっか、都守りきりゃ勝ちなのか、そうそう、え、ちょっと待って待って、それ聞いてない、おっと、ガッシュがここで逆サイにコグライダー、コグライダー、これ結構いくよ、結構いますね、ちょっと壊しきれない、これでいいかな、これでいいな、ちなみに残り時間があと30秒、よし、ミヤボが守るとガッシュが1個取り戻すか、頑張れ頑張れ、サイドサイド攻めようとしてるぞ、何見えだし、ちょっと深めに、あっ、あお、ダブルだ、家潰しに、よし、いけ、
こやつぶせ、こや。こやが大事、これ。こやつぶせが出る。ダメだ。いやおっと、思い切ったか。やったあぶね途中逆再攻めた時俺もあ やめとけよかったなって完全にもうガッシーのやっぱね初手攻めすぎだよね多分あれね、うん、あれなかったら結構いや結構で出せるのがちょっとなかったなかったですよねなかったけん、ね、弓どっかいらんとこにバッて捨てるのもあれだし確かに確かに、 確かにとりあえず家ポンってなってく家を着てあんまダメージ取んないし、ね、結構いい勝負だったけどこれ 2対1でミヤボーの勝利やったはいおめでとうございますはいおめでとうございますこれ思ってねえ絶対悔しいでも家は相性悪いと結構もうやばいな、うん、呪文を入れようかな今度から入ってんじゃん1個でもゴブリンの小屋あれも呪文っすかまあ一応対策できるってことですかはいというわけで今日の対決はミヤボーの勝利ということでイエーイ誰挑戦者待ってますよ次は誰かなはいじゃあ今回はこんな感じではいありがとうございましたありがとうございました